これらを取り巻く環境っていうのは3つのエリアに分けられるそうです。自分が手を下して、結果を左右することのできるテリトリー、影響の輪、それから自分が興味がある範囲、関心の輪、それから、全く自分が無関心のエリア、ね、こう3つ俺たちの身の回りにはありますよね。で、例えば、まあ、当たり前ですけど、ね、関心があっても影響を与えられる、られない部分も当然あるわけです。明日ピクニックに行こうと思っている人は明日晴れてほしいと思うだろう。だけど明日の天気っていうのは僕ら絶対どうにもできませんよね。いつまでたったって俺の影響の輪の外にあるわけだ。いいか。でね、こちら大学受験に、ちょっとまたもう一回話を戻してやりますとね、いいか、あのな、見栄とプライドって違うんだよ。見栄っ張りはダメだ、本当見栄っ張りはダメだ。まあさっきも言ったけど、その受からない方の太郎勢はみんなそっちだ。3つの見栄はある。センター試験の結果嘘言ってみたり、から取ったってとてもわからないようなゼミ取って喜んでみたり、難しい参考書買ってみたり、出来もしないのにデッドカード一番上のクラスを申し込んでみたり、いいか、そういうやつって、だからこういうところにばっか集中してるんだよ。こういうところにばっか。今の自分では到底できないところにね。で、やっぱ見栄を張るためですから、人が見てると勉強する、いや、してるんです、してるようなふりするんですけど、うちで全然しない。誰も見てないからだ。でもね、そういうことをやってると、結局その後、一番は自分で解いてないことになるんですよ。ってことはどうなるかっていうと、以前自分ができたことまでどん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 できなくなってくる。この影響の輪がどんどん小さくなってくる。いいですか。年月が経てばできるようになるってのは嘘ですからね。いいか。ね、でこうやって気がつけばあーって寝てるんだよ。わかんねえだろ。はい、いいわ。でもね、プライドがある人間は違うんだ。見栄とプライドは違う。プライドがある人間は向上したいって本気で思ってますから、自分の姿を鏡に映す勇気があるんですね。たとえ君が東大目指してようが医学を目指してようが、今のレベルでそういう演習が無駄だと思ったら、ここに集中するんですよ。こういうところに、今の自分のギリギリできる範囲。だから俺はいつも言うんだ、手が動く勉強こそが意味があるんだよ。いやいや、君の偏差値が75超えたら知らねえよ。だけどまだそんな言ってないだろ。いや、多分、このクラスどうだろう、平均と55くらいじゃないのかな。いや、例年どうだ、例年それ構わんだね。いいか、だったら手が動く勉強こそが価値のある唯一の勉強なんだよ。指にタコを作れって俺は春季講習で言った。4月19日までに大きな大きなペンタコを作れと。いいか、でもってこの輪っかは少しずつ大きくなって、以前の自分では想定できなかったテリトリーも自分の影響の下に置くことができるんです。影響のもとに置くことができる。いいか、こういう風に向上していくんだよ、人間っていうのはね。いいか、今の自分にできることをせよ。その時にはそういうことができるためには本当のプライドと謙虚さが必要になる。